藤波慎太郎、ザ・ボルケーノと愛称オリオールズの藤波慎太郎投手が30日日本時間31日本拠地で行われたヤンキース戦に3番手として登板。9対3と6点をリードした6回に登板すると、100マイル約161キロを連発して4三振を奪い、2回を無失点に抑えた。これで直近3試合を無失点としたが、この投球内容に地元紙の番記者もザ・ボルケーノと称えると、ファンからの反響を呼んでいる。いつ噴火するかわからんしな。将来はヤニキみたいに愛称リストが作られるんやろな。火炎放射器からボルケーノってパワーアップしてやんけ。火の玉ストレートから溶岩ストレートへ。炎上に期待してて草。噴火したらいろんなところに飛んでいくからな。来季も安泰っぽくてよかった。もしかして藤波って勝ちパターン入れそう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは野球速報チャンネルです。野球知識や思ったことをコメント欄にぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。面白い情報を知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。